はい、どうも皆さんこんにちは。今回は MCU 版デッドプールの嬉しいニュースについて見ていきたいと思います。デッドプールと言いますと、これまでライアン・レイノルズが演じており、ウルバリンオリジンズであったり単体作品が2回作られています。そんなデッドプールの特徴とも言えるのが、グロテスクであり下ネタが多く登場するということで、これまではディズニーの傘下にあるマーベルスタジオとはうまくやっていけないのではないかとも思われていました。しかしその後、デッドプール役のライアン・レイノルズがインスタグラムなどでこのような写真を投稿して、マーベルスタジオとも話を行っていることが分かっていました。しかしこれはあくまでもマーベルスタジオとの話ということで、大元であるディズニーはデッドプールに関しては特にコメントをしておらず、これまでは分からない状態でした。なぜディズニーとデッドプールが相性が悪そうなのかということについてはこれまでも話してきましたが、その一番の大きな原因とも言えるのがディズニー作品の売り方の問題で、主にディズニーのイメージとなってきます。ディズニーがマーベルスタジオを買収したのは2009年のことで、これまでの MCU 作品はアイアンマンとインクレディブルハルクを除いて、それ以降の作品は全て大元はディズニーということになっています。そのためディズニーはマーベルスタジオにいくつかの条件を課していたようで、マーベルスタジオはその範囲内で映画を作っていたようです。例えばその一つがタバコで、ディズニー映画にタバコは合わないと考えたのか、MCU の映画ではキャラクターがタバコを吸う場面が登場しませんでした。例えば原作のニック・フューリーはこのようにタバコをよく吸っていますが、映画版では一度も吸っておらず、それ以外の他のキャラクターでもタバコを吸っている場面というのは登場していないと思います。そこで問題になるのが、タバコ一つでも厳しいようなディズニーがデッドプールを果たして参加させることができるのかということで、デッドプールの映画を見た人ならわかると思いますが、劇中に下ネタは登場しますし、戦いの場面は他のスーパーヒーロー映画と比べてもグロテスクとなっています。そのためディズニーがデッドプールにゴーサインを出すのかどうかというのは特に発表等もなかったためわかりませんでしたが、今回ディズニーからほぼ公式にデッドプールの参加を認めるようなことが確認できました。それがディズニーの元 CEO で現在議長であるボブ・アイガーのツイッターのアカウントで、どうやら彼は数日前にこのツイッターのヘッダー画像を変えたようです。彼は当然元社長で現在議長ということで、このように画像には様々なディズニーキャラクターが描かれており、おなじみの初期の頃から登場するキャラクター以外にも比較的最近登場したエルサであったり、スターウォーズからは BB-8 やベビーヨーダ、その上にはアイアンマンとキャプテンマーベル、さらにその右隣にはブラックパンサーがいて、その下には何やら赤いものが見えます。するとここにはなんとデッドプールがいて、親指を立てて笑っています。これまでディズニーからはデッドプールの発表とは一切なかったため、本当にデッドプールがディズニー映画に参加するのか疑問に思っていた人もいるかもしれませんが、ディズニーの元社長で現在議長のボブ・アイガーが公式のツイッターアカウントでこのように画像を投稿して、そこにデッドプールがいるということを考えますと、これはほぼ公式にディズニーが今後デッドプールの参加を認めたということになると思います。今回はデッドプールがディズニーにやってくるということについて見てきました。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。